はい、皆さんこんにちは。ではね、今回はグレン島に向かってね、ずんどこずんどこね、ここのマサラタウンから南下していこうと思います。はい、で結局ですね、イアンイルドフラッシュはね、モンジュとピーターに覚えさせたわけなんですけども、シェルダーゲットまでの波乗り要員おでんちゃんですね。はい、目のクラゲですけど、私ね驚愕だったんだけどさ、波乗りってさ、ティザードも覚えられるんだね。びっくりしたんだけど、見て、最初バグって思ったんだけど、覚えられるみたいです。今のティザードもそうなのかな。まあちょっとね、いろいろ気になるけれども、行ってみようと思います。で、野生のポケモンはあまりエンカウントしたくないので、ゴールドスプレーを使って行きます。あ、違う、まんじゅうか、ガンモじゃなかった。まんじゅうも覚えられるんですね。だからカビゴンか、失礼、カビゴン波乗りまで覚えられるとか。まあね、あれ全部脂肪だと思うから浮くとは思いますけれども、便利ですね。お、じゃあ戦っていこう。こんにちは、釣れますかとかお前聞きたいんじゃないの釣り人見るとね、聞いちゃいますね。はい、うん、アズマ王だ。何気にね、経験値うまいんですよね、アズマ王。かわいい。ポケモンのネーミングセンスってなんか独特なものありますよね。アズマ王とか、なんだろうね、トサキントとか、どうしてなんかこんな名前がついたんだろうっていうね。うん、のしかかいで楽勝。おー、ありがとうございます。経験値がうまいです。あ、かわいいな、青のアズマ王のイラスト。なんかかわいい。つぶらない瞳が、なんかさらに引き立たせてるっていうか、このなんか唇もかわいいよね、唇。チュって感じの。よし、じゃあもう一人やっていきましょう。はい、終わりました。ここのトレーナーがね、この下のトレーナーがね、全部コイキングだった。あー、あれ、あ、おでんに乗れない。よいしょ。お前なんかコイキングって文字がね、ゲシュタルト崩壊しそうだった、ほんとどんだけコイキング好きやねんって。お、これ海パン野郎じゃない。やっていこうか、海パン野郎。久しぶりの海パン野郎じゃん。あ、違った。スキンヘッズが泳いでんの。それもそれでまた面白いけど、毒クラゲとか出してこないかな。どんな絵してんだろう、毒クラゲ。なんかグロそうな感じするけど。お、2体目目のクラゲからの3体目毒クラゲであってほしいな。はい、お、来るぞ毒クラゲ。初めてじゃない。おお、あ、なんか思ってたより普通やったわ。また、毒クラゲ見て思うんだけどさ、あの、ハンターハンター連載また再開しますよね。あの、キメラアント編のあの王様を思い出すんですよね、毒クラゲ見てると。わかる人いる？なんか頭の部分とか似てない？なんか惜しかったぜ。そう、ハンターハンターもね、私ね、好きな漫画なんですよね。だからね、もう先が気になってしょうがないんですけどね、なかなかに救済してからの連載をしてて、なんか救済して連載してっていうのを繰り返してるのでね、なかなかに難しいですね。いつになったら完結するんだかって感じですけど、ハンターハンターも。あ、こっちが海パン野郎ね。あ、シードラだ。おお、シードラなんか困ってません？顔が可愛いけど。あー、やーだ。うわー、積んでく。あ、そう、うわー、やだな、外れるの。うーん、あー、やばいな、3回も。あんまりな、なんか経験値分散させたくないんですよね。だから頑張ってほしいんですけど、なんか命中率下げる系の技はね、本当に積まれると厄介だよね。うわ、3位積んでくる、ほにゃろめ。ちょ、当たるまで頑張ろうか。ここは
こうあんまり引っ込めたくないっていうか、あ、よし当たった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 、オッケー、じゃあちょっとここは変えましょうね。1095っていう経験値は大切ですから、あんまりね無駄させたくない。毒クラゲ、ドリルクチバスでいいかな。よし、じゃあ進んでいきますか。そろそろね、ビキニのお姉ちゃんが出てきてほしいな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、こう海の上ってさ、トレーナーが本当まばらにいるからさ、あんまり見逃したくなくてね、こう私蛇行する癖があるんですよ。ニョロ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 、あれもう出てこない。あ、いた、釣り人。まあここはねカットしていこうと思います。お、これビキニのお姉さんじゃない。うちのポケモンは海で取ってきました。何の報告だ。あ、違う、ちょっと女声をやろうとした私がバカだったよ。スターミーか、かすみちゃん以来だな、お会いするのは。やばいな、なんかビキニのお姉さんがいない。あれ、ビキニのお姉さんっていなかったっけ、初代。もはやもうそのレベル。あ、なんかいないっぽいな。こんな感じか。いやー、お久しぶりです、グレント。金銀になるとね、火山の噴火で街がなくなっちゃってるという悲しい運命をたどるところなんですけれども、さて着いたしどうしようかな。あー、間違った間違った間違った間違っちゃった、ごめんごめんごめん。よいしょ、どうせならさ、ポケモンゲットしたいよね、残りの2体ね。ちょっと探しに行ってみるか。レベル上げはね、陰でやっておくとして、ちょっとボールを買います。お、ハイパーボールが出てる。9個ぐらい。よいしょ。あ、お金10万切っちゃった。よいしょ。どうせなら。ちょっと待ってね。シェルダー、あれ？双子島だっけ、シェルダーがいるところって。シェルダーシェルダーシェルダー、どこだどこだ、あった、分布。あ、やっぱ双子島だね。じゃあとりあえずドガースゲットしに行きますか。あ、ここじゃない。あ、そっか、ここでなんか化石の復元ができるんですよね。ちょっと見てみる。ポケモンの研究をしてます。あと珍しいポケモンなどを持ち込んでくるお客さんもいらっしゃいますね。なるほど、ここは、あ、ユンゲラゴローン、ふんふん。お、パワーパワーとヤドンか、ふんふん。お、あ、ここでね復元してもらえるんですよね。 EV 今何種類だっけ、進化するの。ちちち、いい技マシン作ったぜ。ポケモンにこいつを教えりゃ楽しくなるぜ。指を振るか。おお、指を振る。脳みそが刺激されて普段やらない攻撃をすると。あ、ここじゃなかったか、復元はこっち、ここ、ガーディーと比べ、この人か。おお、持ってない、あるね。置いてきたである、化石置いてきたである。研究所どこだったっけな。まあ、さっきのとこも研究所なんだけど、あ、ここか。よいしょ、
そう、ここに、あー懐かしい、トレーナーもね何人か出てくるんですよね、ここ。穴抜けの紐、ちょっとドガースゲットしましょう。あーポニータだ、レベル30、そこそこ高いね。握る、ドガース、ドガース、ドガース。いや、ここに出てくる認識でいるんだが、合ってるよね、合ってるよね。ドガース、出てくるかな。あ、ポニータだ。え、ちょっと待って、ちゃんとやっぱ分布調べよう、分布、分布調べよう。ポニータじゃないんだな。ドーガース。どこだ。え、取りすぎたかな。あった。あ、そうだよね。やっぱここだよね。ここ、ここ。ちょっとエンカウントするまでひたすら。あ、来たー来たー来たー、レベル30ね。オッケー。よいしょ、電磁波して、あ、これ残るかな。あ、不安だ。あー、やばい、それで毒ったし、スピードスターで死んじゃうかな。一発ゲットいけっかな。ちょっと一回だけやってみようか、ハイパーボール。あ、いけた、やったー、よし、これで体内にいろいろな毒ガスが溜まっているため、時々大爆発を起こすことも。毒ガスポケモンですね。やったー、あと1匹だ、シルダーゲットすればOK。いやー、ニックネームどうしよう、何も考えてなかった。ドガースは丸いでしょ、でなんか紫色だし、これでいこうかな。焼きナスにしようかな。焼きナスび。紫っていうところから。いやー、よろしく、焼きナス。タイタイとスモーク覚えてんのか。じゃ、ちょっと一回出ようかな、ここは。一回出て回復して、その後ちょっと双子島行きましょうか。で、今回は、シルダーをゲットして終わりにしましょう。本当ね、もうグレン島に行って、あれだな、ポケモンをゲットしただけっていう動画になると思いますけれども。よいしょ、焼きナス。なんか、技を覚えさせたいですね。ちょっとタヤタヤとスモークだけなんで。はい。まあ、まずは、あと1匹ね。これで私のパーティーが揃うわけですよ、殿堂入りメンバーが。ゲットしに行きましょう、残りの一匹を。やっぱ私ね、和食好きなんだよね。だからなんかどうしてもなんか和な感じの名前になってる。なんか、フルグラちゃんとピータン以外は和になりそうな感じがします。じゃあちょっとトレーナーをね、無視していこうかな。やっぱあれ、ビキニのお姉さんいなかったっけ。あー、ここへ見つかっちゃうんだ。はいはい、鳥使いね。お、鬼ドリル。あー違う、ピータンじゃないんだよ今。まあいいや、ちょっと変えましょうか、ここは。ちょっとな、なんかチャンピオンと戦う時までにレベル60ぐらいまでは上げておきたいな、みんな。もしかしたらちょっとレベル上げをね、陰でやるかもしれないです。
チャンピオン強いからね、ほんと。一気にね、レベルが上がるから。はい。ピジョン。よし、じゃあ行きましょう。ふったこっちま。ふったこっちま。こいつ見つかるパターンか。よし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 、オッケー、スルー。え、野生で出てくるんだっけ、それとも水場のところで釣るんだっけな。ちょっと釣ってみましょうか。ここですごい釣り竿を釣れないか。初代ってさ、なんか波乗りしながら釣りってできなかったんだっけ。お、なんかかかったぞ。引いてる引いてる。お、来たー来たー。あ、レベル15か。わー、これはちょっとレベル上げ時間かかりそう。よいしょ。ちょっとね、レベル上げやっててね、もしかしたら次の動画のアップが遅れるかもしれないです。でもね、ちょっとなるべく間開けないように頑張ろうと思いますけれども、よいしょ、一発でいけるかな。あ、いけた、ゲット。あー、これで私の殿堂入りメンバーが出揃いました。はい、ニックネームつけましょう。ちょっとね、氷タイプになるので将来的に。あれ違う、水タイプだっけ。氷も持つっけ。冷ややっこちゃんで。はい、さて、まあゲットできたので一回出ようかな。でも双子島探索編はちょっとね、グレンと桂さんとのバトルが終わって以降ちょっとやりたいですね。動画としてやりたい。フリーザーいるしね、やりたいところですね。よいしょ。ちょっとね、一応回復をさせて、でちょっと今回ね、動画短いと思うんですけれども、この辺で終わりにしようと思います。よいしょ。ちょっと待ってね、ちょっと殿堂入りメンバーを揃えましょうか。よいしょ。はい、で連れていく。あ、冷ややっこ、オッケー。うん、こんな感じ。あ、やばい、冷ややっこまひってる。もうちょっともう一回回復させましょう。どこでレベル上げしようかな。やっぱ研究所がいいか、そこの研究所。そこでね、ひたすらレベル上げをしようかな。ちょっと次回までに、焼きナスも冷ややっこちゃんも、どっちもね、多分進化してると思うので。はい、ぜひぜひお楽しみにって感じですね。はい、じゃあ私はね、ちょっとこのメンバーで殿堂入り目指していこうと思いますので、どうぞ皆様引き続きよろしくお願いいたします。ひややこちゃんもう波乗り覚えるかな。波乗り波乗り、よいしょ。はい、お、いいね、いける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 。ちょっとね、もしかしたらレベル上げが間に合わないとね、動画のアップが次回ちょっと遅れるかもしれないんですが、なるべく頑張ってね、レベル上げしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。